数学における直行座標形とは互いに直行している座標軸を指定することによって定まる座標形のことである。平面上の直行座標形ではそれぞれの点に対して1位に定まる2つの実数の組によって点の位置が指定される。同様にして空間上の直行座標形では3つの実数の組によって座標が与えられる。 1637年に発表された方法序説において平面上の座標の概念を確立したるネデカルトの名をとってデカルト座標形とも呼ぶ直行座標形による平面上の点の座標と4つの証言まず平面上に数直線を1本引くこの直線を X 軸と呼ぶことにする X 軸に対して直角に直線を引いた直線上のべての点は 同じ X 座標の値を取ると定める。次に、この X 軸に対して、原点から直角にもう一本数直線を引く。これを Y 軸と呼ぶことにする。Y 軸も X 軸と同様に、Y 軸に対して直角に直線を引いた直線上のすべての点は、同じ Y 座標の値を取ると定める。座標軸の向きには、任意性があるが、普通 Y 軸の性の向きは、 X 軸の正の向きから1直角分半、時計回りに回転した向きに取られる。また、X 軸は水平方向に、右の方向を正の向きにして描かれるのが普通であり、その時 Y 軸は垂直方向に、上の方向を正の向きとすることになる。平面上の点それぞれについて、実数の体が一意的に定まり、その点を通って、X 軸上の点 A において、 X 軸と直角に交わる直線と、その点を通って Y 軸に B で直角に交わる直線を各一本のみ引くことができる。この時この点の座標はであるという。X 軸と Y 軸が交わる点は、原点と呼ばれ、原点の座標はになる。X 座標と Y 座標とが共に、正の値を取る点からなる領域は、第一証言と呼ばれる。また、 X 座標が負で Y 座標が正の値を取る点からなる領域は第2証限 X 座標と Y 座標とが共に負の値を取る点からなる領域は第3証限 X 座標が正で Y 座標が負の値を取る点からなる領域は第4証限と呼ばれる3次元の直行座標形3次元空間の直行座標形は 空間内で互いに直行する三本の数直線、X 軸、Y 軸、Z 軸を決めることによって定められる。平面の場合と同様にして、空間のそれぞれの点に対しその点から書く座標軸への推線の交点を表す実数たちの組によって座標が与えられる。三つの軸の向きは右手系の向きに取られるのが普通である。また、 X 軸と Y 軸を含む平面が水平で、Z 軸の向きは、在平面に対し延直上向きとなるように、各座標軸が配置されることが多い。渦では3本の線が座標軸を表しており、赤い平面上の点は、X 座標が1であり、黄色い平面上の点は、Y 座標がマイナス1、青い平面上の点は、Z 座標が1である。黒い点の座標はになる。 より一般に D 次元の実内積空間 E に対し、その正規直行規定に関する座標は直行座標形と呼ばれる。ありがとうございます。